コロナ禍で迎える3度目の夏が近づいています。富山や福島では今年初めての真夏日となるなど、各地で暑い1日となりました。いや、すごく暑いですね。やっぱ汗ばんじゃって。マスクとか苦しくないですか？あ、でも暑苦しいですね。ちょっと息苦しさを感じつつも、マスクを外す大人の姿は見当たりません。この2年ですっかり慣れたマスク着用。今日、厚生労働省の専門家会議で新たな見解が示されました。マスクの着用について、屋外で周囲の人と距離が十分に確保できるような場面であったり、屋外で周囲との距離が十分に取れないような場面でも、周囲で会話が少ないか、あるいはほとんどないようであれば、これまで通りマスクの着用は必ずしも必要ないと。未就学児ですねについては、マスクの着用を一律には求めず、無理に着用させないことなどについて、周知内容をより明確にした上で幅広く周知徹底を行っていくことが必要としました。専門家が示した見解では、公園での散歩やランニング、自転車での移動など具体的な場面も例示。屋外では周囲にいる人との距離が近くても会話が少なければマスクは必要ないという考えを初めて示し、マスク着用を推奨してきたこれまでとは違った呼びかけとなりました。ただ公共交通機関での通勤や通学、屋内への訪問時などについては引き続きマスク着用をと求めました。さらにマスクなしを積極的に呼びかけた自治体も。運動や農作業など屋外で活動作業をするときは、熱中症などを考慮し、周囲の人との距離を十分に確保するなどに注意しながら、マスクなしを積極的に考えていただきたいと思います。特に2歳以上の未就学児については、熱中症リスクや発育への影響が心配だとして、屋外ではマスクなしで活動することについて理解してほしいと訴えました。この方針に県民は。できることなら外して遊ばせてはあげたいなと思います。明確にこういう時はしてくださいっていうのをしっかり言ってくれた方がこっちも判断しやすいので、そういうのを逆に言ってほしいです。うちはですね、僕自身はしなくていいと思ってるんですけど、本当の理由なんですけど、顔を出したくないだけみたいで。いや、パパ、違うの？うん、人の息、あんまりかけられたくないだけ。あ、気にそうなの？うん、あと顔も見られるの。あ、みたいです。こんな声も。なんだ、体の一部だから外しにくいっていうか、外したいですけど、外したら外したで、あいつ外してるみたいな、だからそれ気にしちゃいます。今日の全国の感染者は39,632人で、10万人を超えた2月のピーク時の4割ほど。大型連休の影響による大幅な増加も今のところは見られませんが、つけなくてもいいんだっていうような気持ちで解放されるような気分があるのは事実なんですけど、ただまだちょっと不安があるのかな。インフルエンザと同じような感じで治るという薬が出れば、ある程度はちょっとね、マスクを外していいのかなと思いますけど、やっぱり重症化する面もあるので、個人個人の判断になっていくのかなと。海外の方はもちろん外しているのが基本だと思うんですけど、なんか日本人のなんていうんですか、性質というか、海外と同じような感じで一気に外すとか、そういうのはちょっと厳しいんじゃないのかなっていうふうには思いますね。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。